はい、というわけで、ホテルについてね、まあ、温泉入上がってきたんですけど、はい、まあ、ちょっとね、ドッキリやりたいなと思って、まあ、そのドッキリというのは、はい、花尾があえて雪犬ではなく、カコチンを誘い出して告白したらどうなるのかモニタリング。というわけで、今回やりたいのは、花尾がカコチンに告ったら逆にカコチンが OK して電眼と雪犬ビビるドッキリこれも完全即興で、もうさっき決まってん、うん、あ、じゃあカコチンに、じゃあ俺が告ってどうなるかっていうモニタリングしようよって言って、その時の思いつきやから、もう絶対逆ドッキリするっていう発想には多分なってへんはずなので、仕掛けていきたいと思います。テイクイットパスボービズカコチンで。いや、ちょっとそれ我々見ててもいいですか。いや、そう、電眼が、で、電眼がモニタリング、はい、だから、あえてカコチンっていうのがちょっとリアリティみたいな、で、最初の世間話みたいな感じから入って、いや、もう最近なんかうついてんなぁそれ相当キモいぞ、お前。だから、あえてオフレコっぽいのも言うよ。あ、そう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 、だから動画ではカットするんですけど、でもなんかマジでプライベートの感じみたいな。あ、そうそう、それ絶対大事よ、ほんま。というわけで、やっていきたいと思います、はい、メイクイットパスオービズフリンリンリン王国。なんで隠すの？なんで過去の携帯はないの？これが食べた。え、食べたの？バケモンちゃん。タコチンの iPhone しょっぱかった。え、ね、食べてる。待って、やったやったやん。一旦休憩タイムやな。はい、しばらく。スーって息吐く音がスーって、ちょっと夜風当たってこようかな。おしゃれ男子。え、どうしたんですか、そんな。そう、なんかチルリタイだと。チルリチルルチルル。チルル。なんか花尾さんに呼ばれた。行きましょう。なんで？どこに？ということでね、はい、始まりました、花尾がカコチンにガチで告白するというドッキリが、ね、カコチン22歳なんで、はい、で、まあ、7つ上の人で、うん、そこまで別に僕ほど多分仲良くないんで、だってオフの時もさ、うん、カコチン大体電眼さんか私に話しかけてくるけど、花尾くんに直接話しに行くとこないんだよね、うん、だから何話すんだろうっていうところからな、ね、まず最近どう？最近どう？まあ、なんか大学卒業したいから頑張ってる感じですね。あ、はい、ということでね、花尾から始まったよ、過去地への告白への流れ進んでおります。でも卒業、え、過去地にギャルにマジで25とかで結婚したいん？いや、まあそんな現実的に考えてるわけじゃなくて、まあ、25って言ってみてるだけですけど、でもあのこの2人って、うん、ちゃんと面と向かって話してるの俺は見たことないんやけど。いや、見たことない、2人で話してるのない、マジで見たことない。25言ったらさ、結婚を考えて付き合うみたいな感じやんな。でももう、でも話すの、もう20、うん、でも29よ。あ、29なんだ。29、まだ正直気持ちは大学生。実際なんか俺マジでさ、はい、大学3年ってもういけるくない？まあ、全然いけると思いますよ。え、精神年齢の話ですか？いや、なんか精神年齢大学生だと思われてる。精神年齢大学生、それやばすぎ。なんやろな、俺的に最近さ、なんかあんまり足りてなくて。はあ、足りてない精神がですか？さっき言ってましたもんね、青春足りてないな、マジで。若い、でも若いことやってるじゃないですか。いや、俺はほんまなんかやっと今、うん、気持ちが、うん、大学生になったばっかりやね。あ、おめでとうございます。進学ありがとう。ちょっと待って、意味わからない。おめでとうございます。カコチンより精神より下やん、大学生以下ってこと。そうだね、カコチンに対してバブバブしようとしてる今。いや、正直ほんまマジで大学 3,4 年生とかと付き合ってみたいっていう気持ちはある、はい、あ、そう。私のことが好きでとか、なんかこういうところがよくてとかじゃないんだってなるよ、この告白。なるね。ありがとう。やっぱ愛嬌いいよな、めちゃくちゃ。 ありがとうございます。おー、やった、褒め始めた。でも意外と、そのくせ意外と、はい、意外と友達少ないやん。少ないですね。そう、なんか痛いとこつきますね。そう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 、そうですね、なんかそこがすごいな、共感するというか。
カコチンと俺ってなんか似てるなと思ってて。あ、本当ですか。うん、なんやなんか他の普通の女の子と違うよね。ああ、ありがとうございます。うん、それがすごいなんだろうな、刺さるというか。はあ、おー、来た、おー、来た、刺さる、刺さるな、やっぱり刺さる、刺さってる な何ですか。いや、なんかハートにハートに刺さってるハートに刺さってるな、うん、急すぎるやろっていう、あのなんか段階を全飛ばしの800段ぐらい飛ばしてるよね、これ。ほんまにガウス記号を使ってますね。ガウス記号を使ってるで、よく知ってる、そんなの連続的じゃない、ほんまに。今度さ、2人で映画かなんか行かへん。映画まあ別にいいですけど、映画いいですよ。うわ、何見ます、なんか見たいな。何やろ。いや、別に映画好きじゃないねんな。私も別にそんなに映画好きじゃないですいや、でも なんか2人でどっか行きたいわけ。なるほどね、うん、じゃあ私焼肉食べたいです。お、いいね、焼肉行こう。はい、2人で行きたい、 OK したのは結構大きいよね。ね、まあでもカコチンのこの話の感じ、めちゃくちゃただ食べ物が食べたいだけだと思うよ。あの服買いに行こう、服。あ、もう服買ってあげるわ。え、パパカツちゃん、パパ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 カツいや、めっちゃ悲しいエレイレンのオレンジの T シャツが欲しいです。お、マジで、もう全然あげる、はい、やった。それでもオレンジで完結するから。オレンジ来るか、じゃあこの間生配信で行きましたけどね。いや、もう一人で来る。もう別に行けますけど、うん、もう一人で来よう。鉄いるしね。え、お家に行くってこと。でもそういうことよ、今すごいよ、自宅に誘ってて。でも、あ、行きますよって言ってるで、カコチンも。ねえ、そんななんか、え、結構なんかすんなり行くって言わんかった今。いや、うん、言うと言うと言うと、こう、ガード甘くない。リアルな話。はい、リアルな話、リアルな話やで、リアルな話。カコチンとこのまーね、来るか来るか。え、何ですか。カコチンと付き合いたいな。あ、来た来た。うん、さあ、どうなるでしょうか。カコチンのこと好きなんよな。え、ちょっと分かんないです。え、ど、え、いや、カコチン焦ってんな、ちゃんと焦ってるね、ちゃんとちゃんと焦ってます。あと3年、25とかまで結婚したいわけやろ。結婚はしたい、もちろんそれ前提結婚前提ってことですか。うん、あー、それすごい魅力的ですね。いや、でもこれカコチン信じてる可能性あると思うで、うん、マジ俺このドッキリ。いや、うん、いや、ワンチャンやけどね。まあ、在宅でも仕事できるし、カコチンとの時間も大事にしながらそんなめちゃめちゃ将来のプランまで売り込んでくる感じですか。うん、もう全然。だからなんなら俺なんか俺のお手伝いとかやってほしい。なんか一緒にやるとかでもいいし、まあ、YouTuber はやんなくてもいいですけど。いや、でも絶対俺とやったら楽しいと思う。本当に？うん、絶対おもろい。なるほどね。花加子ちょっと言いにくくない？花加子のね、ちょっと言いにくいけど、うん、ちょっと言いにくくないって、うん、敬語じゃなくなったよ。お、来てるんじゃん、来てるんじゃん。いや、これちょっとまんまわからんな。絶対もう手放さへんから。もうゼクシー入るからゼクシーはいい、スーパーゼクシーモード入るから、はい、ふざけてるもんな、もうスーパーゼクシーモードとかふざけてる、ふざけてるもんな、完全にだからもうお願いします。これに対しての答えは、うん、まあ、ここが一番大事よ。普通にいいですよ、普通にいいですよ。マジで、え、ちょっと待って、これ使えなくマジで、まあ、使えいいですよ。え、あ、やばい、マジで、ちょっと待って、あのさ、よっしゃ、あのえ、よっしゃ、え、これ私逆ドッキリかけられてる、もしかして。分からへん分からへん、俺何も聞いてないよもう絶対、じゃあもうあれな、もう確定な。はい、じゃあ指切り幻満、はい、はい、指切り幻満、嘘ついたら絶対結婚する。いや、しんどしんどじゃあよろしく、よろしくお願いします。ちょっと待って、マジかよ、すごいなこれドッキリじゃん、これマジで。いや、これ逆ドッキリですよ、これドッキリやんな、これ。うえ、うえ、人生大好き、最高、これがシュワシュワですか。人生最高、いや、ほんまシュワシュワしだしたもん、急に、もう血流がやばい、今。あ、今巡ってる、血流がめちゃくちゃ巡って、おー、巡りずの巡りすぎてチンコ立つってやつやいや、どうなんですか、それは。それはやばい、もう最高やなさあ、まあ、もうドッキリバラしに行きましょう。ドッキリバラしに行くん、これ、うちらが。で、バラされるでしょ、もはや。これ、うちらバラされる側でしょ、ドッキリを。わからへん、わからへん、わからへん。さあ、いいでしょう。
な。本当ですか。あれ、あ、お疲れ。ということで、てってれというわけで、はい、カコチンに告白したらカコチンから OK もらえる逆ドッキリ。上では多少ね、多少の焦りは、はい、焦りはあったけどね。多少の焦りは、多少の焦りは。びっくりしたよ。まあ一言でびっくりはしてたけど、まああの、ふっからすぎて、あのてかあのカコチンが OK しすぎてて、こいつ人間的に教育した方がいいんだよ。大丈夫っていう。